星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星持ち彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線な世界にいる VTuber である私星持ち彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。はい、センスク49回目、気づけばあと1回で50回、そろそろセンスクも1周年ですね。1周年って感じは全くしない。なんだって。でも本当に1周年なんだ、うん、ね。もうそろそろいつ始めたんだこれ。確かにいつだっけ。いつだ。2021年4月スタートだそうです。あー、じゃあそうだね。そういうことか。じゃああと1ヶ月、ね、これ大丈夫、打ち切られないですか。そうだよね、4月がなんかあれですよね。そう4月前が乗り越え時ですよね。ね、だからね、改変期だって。改変期いけるかな。これを乗り越えられるか乗り越えられないかはあなた次第。確かにね。ファンの皆様次第。そう。うわ、結構終わる番組も多い時期だって。まあ、でも息の長い番組にしていきたいよね、このセンスクね。そうだね。ね、特に特別なことはしてないんですけど。そうなのよ。本当になんか何も背負ってないっていう、うん、その落差が。ただ星町彗星と田所あずさが喋ってるだけ、うん、ただの。もう今に至ってはマジの電話。そう、リモートだしね。リモートだ。なんかグッズめっちゃ売れてるから続くよきっとって言うと。そうだよ、確かに。確かにそうだよ、グッズ売れてんだから。そう、いや、なんかさ、正直さ、そんなにこう、うん、なんかさ、こうイベントをやって、うん、そこの会場で売ったわけじゃなかったじゃん、この私たち あのイベントをやったわけじゃなかったからさ、まあ、そんなに正直売れないんじゃないかなってさ、思ってた部分があったんだけど、すごいよね、売れ行きがすごすぎて、ね、びっくりしましたね。もう宣伝ができないっていうないから。そう毎回実は台本の最後のところにあのアクリルスタンド買ってくださいねみたいな書いてあるんだけど、毎回カットしてんだよね、うん、毎回もないから。もう在庫がないんで。そう、すごいことですよね。ね、ありがたい。なんでこんな買っていただけてる、うん、ありがとうございます。本当にわざわざ足を運んだり ね嬉しいですね。いるだろうから、なんかね、いつかね、公開収録っていうんですか。そうだね。ね、とかやってみたいですよね。うん。スイちゃんどうなるかわからんけど。ってさ、うん、そうなのよ。じゃ逆に私がそっちに行くんじゃない？ああ、それが一番いいわ、喋りやすい。そうだよね。うん、私が一番喋りやすい。うん、それでだから、それまでに VTuber 化をもし可能だったら、うん、コロのペラペラ絵をちょっと上下に動くくらいのやつ。作ってもらった V コロをちょっと作ってください。ね、楽しみですね。イラストも作ってもらってるもんね、すでに。なんかね、ありましたね、うん、あれってかしてる、アクリルスタンドのやつね。そうね、かわいいコロちゃんが。ね、かわいい。だいぶデフォルメしてもらってね、あれを動かしてほしいですね、うん、ね、確かにこの改変期を乗り越えてイベントをできる日を楽しみに、うん、楽しみに皆様支えてください。お願いします。お願いします。ということで早速始めていきましょう。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今夜も平行線からスタートします。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星町彗星です。田所あずさです。これは、うん、ちょっと先週喋りすぎてお便り1個しか読めなかったので、うん、お便り読んじゃいますか。あ、いいじゃないですか。いいです、たまにはね、ということで。たまにはいっぱいね。じゃあ行きますね。ラジオネームみみみさんからいただきました。ありがとうございます。彗ちゃん、コロちゃん、どこせい、どこせい。前時代的な人間の私は、はい、最近は身長の高い女の子が増えたなぁと思うのですが、ほう、男子の身長はそんなに変わっていない気もします。
あれは一体何が理由なんでしょうかね。うんうん、スイちゃんとコロちゃんは最近の子たちを見て自分の子供の頃と違うなと感じたことはありますか。スイちゃん18歳なんですけど前時代的とも言えるし今の若者とも言える。そうですね。なんかでも、うん、思うのは、うん、身長が高く見える女の子が増えたんじゃないかなって。あーでもそうかも。なんか、うん、あのスタイリストさんが、うん、やっぱ今の子はこうどんどんなんて言うんだろう、うん、こうなんかこう日本人体型よりも、うん、よりこう海外的な体型にこう近づいてるらしい、うんうん、あ近づいてんだ。足の長さとか。そう、足が長いんだってすごい。えどんどんそうなんだらしいよ。もう人間的に最近はもう、うんそっち寄りになってきてるってこと？そう、なんか足がこう長くなったりとかしてるんだって。へーそうなんだ。そうえなんか普通にファッションとかが、うん、なんかあとメイクの仕方とかが、うん、こう高身長に見える女の子が増えてるのかなっていうふうに思ってた。これ見た時に流行りメイクかってこと？そうそうそう、流行りメイクで大人っぽく見えるとか、うんうんうん、なんかその流行りでもうヒールがクソ高いみたいな。あーなるほどね。そう流行りの服装が変わってるんじゃなくて、そうそうそう、流行りの服装で足が長く見えるみたいなとか、うん、確かそれもでもあるだろうね。うんかなって思ったけど、でも増えてんだ身長高い女の子。うん多分やっぱ平均身長自体は増えてるんじゃないの。 じわじわと男の子人も、そんなイメージだけど、やっぱ昔の人より今の人たちの方が身長高いですよね絶対。日本平均身長じわじわ上がってんじゃないかな。うーんそういうのって何が原因なんだろうね。日本人の平均身長はおよそ50年間右肩上がりに伸び続けています、うん、やっぱ上がってるんだ。おおそうなんだ。え？しかししかしあれしかし近年はうんこの平均身長を超えた年は一度もありません。あ、え？ピーク時より2ミリから3ミリ低い年度が多くなっているんです。あ、え、じゃあ徐々にあれもうこれ以上はいけなくなってるのっていうことかも。ちょっと伸び止まった頑張ろう頑張りたいですねコロちゃん身長高い方がいい？自分私もうあのねこのさ平均身長がさ今さうん、サイトでさ女性158センチ、うん、158.5 って出てんだけど、うん、まさに私158なんだよね本当に平均値なの。平均値ってことですね。だからね何とも思ったことがない、うん、なんかすっごいその158だから、うん、なんか服がなかったこともないし。確かに確かに。そうなのよ。なんか基本的になんか丈が長すぎるとか、うん、短すぎるとかいうことが服のね、うん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 、だからないからめっちゃそのちょうどよく着れるの158センチ。だからね今の身長が最高今でいいって感じね。そう今でいい本当に。ちなみにスイちゃんは、うん、あの楓さんが好きじゃないですか。あーなるほど。楓さん身長高いんですよ。え何センチ？171とかだったかな。高い。そうなんです。男性の平均身長じゃんそうなんだよ。あの楓さん元モデルなんで。あーなるほどね。それくらいあるんですけど、うん、で私身長の高い女性がすごい好きなの、うん、あそうなんだ。だから自分もそれくらい高くなりたかったっていつも思ってる、うん、スイちゃんって何センチなんだっけ。スイちゃんは160センチかな。高いじゃんって言うじゃん。めっちゃ高いじゃん。160って別になんだよそうなんだ。やっぱ170いくとやっぱ高いなって感じがするの、うん、うん、170から高いなって気がするから170センチになりたいな。スイちゃん魔法の力でいける可能性はバーチャルならね魔法をかければなかなかいけるところもありますけど、うん、だしさまだ18歳だからその成長期ってことでさ伸びるかな。いや行けるよ。行く人は行くよ。え女の子ってでも大体小学校中学校で止まるくない？まあねでもスイちゃんの友達に170センチ超えてる女の子がいて、今もう175くらいかな。
すごいどんどん伸びてるの。そうそういて、でなんか本当にこの前久しぶりに会った時も、うん、まだ伸びてんだよねみたいな言ってて、何をどうしたらそんなに伸びるんですかと。確かにせめて5センチ分けてほしい。ね、ね、ちょっとくらい欲しいよね。うん、なんか高い人は高い人でなんかこう悩みもありそうだし。ね、あるだろうね。ね、服とかそれこそさ見つからなかったりしそうだよな。ね、でもいいんだ、もうそれで私は身長高い方がいい。魔法の力がかかることを願って、はい、かかるといいな。ではお次、ラジオネームミリナノさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スイちゃん、コロワーズ、こんばんは。こんばんは。お二人に相談があります。はい。それはブラコン腐女子を落とす方法です。はあ、私にはリアル友達以上恋人未満な関係の女友達がいるのですが。何でその読み上げ読み上げサイト。最初の告白から3年経った今でも告白を常に保留されている状態です。へえ。それもそのはず、その子はオタクで腐女子なブラコンなのです。うん、一人っ子でユリ好きの私にはわからない世界です。なんか全員っぽいな。腐女子の姉を持つスイちゃん、お兄ちゃんと仲良しなコロワーズの二人からのアドバイスいただけないでしょうか。今でも二人でクリスマスデートをしたりしてますが平行線のままです。どういうこと。んー、いいね、いいね、いいぞこういう話。いいね、確かに。気あるよね、絶対気あるよね。うん、気あると思うけど。そか、保留にされてんのか。うん、何の保留なんそれ。なんかさ、場合によるくない？ミリナノさんが勝手に保留だと思っちゃってるみたいな。うん、あー、辛すぎる。とか、うん、あの女の子の方は告白されたの忘れてるレベル。あ、3年もう眼中になさすぎる。そう、もう3年経ったから、うん、あの OK 出したかノーって言ったかももう忘れたみたいな。まあそうだね、この3年間で、ね、3年前に告白されたことって そんなこうもうなかったことになってる可能性あるよね。そうよ、だから、うん、そんなことあるって言ったちゃんこさんに言われちゃったけど、あの、うん、なんかこうなんていうの、うん、ミリナノさんが3年間で、うん、こう追撃をしたのかとかも気になる。そうだね、なんかさずっと保留されて待ってるんじゃなくて、うん、やっぱ追撃しないと相手もさこう逃げるよね、答え出す、うん、そうだよね、からさ、うん、逃げるよねな気がしますけどね。うん、なんか告白した状況にもよるしさ。そうだね、なんかあやふやにしやすい状況だったのかもしんないし、うん、なんか本当に友達だと思っててみたいな。えいこちゃんのこと、うん、好きかもうーんみたいな。確かに。そうかみたいな。別にそれはこう報告だもんね。そう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 みたいな感じだったのかもしんないし。そうだね、なんか付き合ってくださいみたいなさ、ちゃんと、うん、じゃああなたはどうしますかっていうところまで持ってかないと、うん、向こうも答えを出しにくいしね。ね、うん、でもクリスマスデートしてるんだってよ。うん、そう、クリスマスデートしてるならさ、もうさこれはさ、うん、女の子の方はもうだって付き合ってるって思ってんじゃないの？確認したことないのかな？逆に？うん、俺らって付き合ってるってことでいい？つってもう聞いてみたら。いやね、それさ、ええって言われた時やばいよ。確かに、それでも付き合ってなくてただの、 あの女友達、男友達だと思ってた場合は、え、希少ってなるかもしれない。うわー、ダメ、一か八かすぎるって。確かに。うん、確かに、ね。もう一回ちゃんと告白しよう。そうだね、うん、それがやっぱ一番いいんじゃない。うん、オタクで腐女子でブラコンなことは多分関係ないと思う。そう、関係ない、絶対関係ない。そう、本当に、うん、ただの趣味だから。そう、オタクで腐女子でブラコンでもミリナノさんは全然受け入れてるならね、関係ないしさ。そうだね、うん、わかんないね。 なんかじゃあ気を引かせたいってことだったら、じゃあなんか男友達とイチャイチャしてるとこ見せつけたらいいんじゃない。頑張るな。
ミリナノさん頑張れ、え最高みたいな、ミリミリ丸々最高みたいな感じカップリングそうそうそう例えばいいんじゃないですかね。いいかもね、まあ、興味は引けるだろうね。うん、ね、恋愛に持っていけるか不明ですけど分かんないですけど、まあ、なんか、ね、うん、進捗あったら教えてくださいですね。お便りお待ちしております。お待ちしております。というわけで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージお待ちしております。おしまつ彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。バーチャルさんと声優さんと普通の人、私たちはそれぞれ別の次元に生きています。そこでこのコーナーでは、さまざまなシチュエーションにおけるバーチャル界と声優界、さらにおまけで普通の人がどんな違いが出るのか送ってもらうコーナーです。ではメールを紹介していきましょう。はい、ラジオネームフック副船長さんからいただきました。シチュエーション、テレビを見てるときに気づくこと。普通の人、何も気づかない。声優ファン、このナレーション丸々さんだバーチャルさんファン、この BGM 丸々ちゃんが雑談配信の時に使ってるフリー音源だ。ああそういうのあるんだ。もうないことはないかも。確かにレアすぎる。うん、でも結構レアケースな気するけど、うん、例えば、うん、ローカルな CM うん、うん、とかだったら、スイちゃん田舎出身ですからね、うん、田舎帰った時に CM 見て、うわーローカルだって思った時に、うん、この PGM 私も使ったことあるみたいなやっぱフリー音源使ってんだね。うん、ありますね、うん、ないことはないかも。確かになんかそういう大企業とかの CM だとやっぱりさ、オリジナル音源使ってそうだもんね、うん、そうなんだよ。だからなかなかないけど、ローカルのやつだったらあるかもね、うん、確かにそうかも、うん、と思いました、うん、それで言うとなんか、うん、そのニュースとかさ、うん、あの朝とか見てて、そのニュースのバラエティーコーナーみたいな、はいはいはい、時とかになんかその紹介 VTR とかの時に、うん、あの BGM でそのアニメのオルゴールじゃないけど、なんかはいはいはい、そう、え、これめっちゃアイコツの曲みたいな時があってフリーどういう扱いなんだろうね。なんかでも多分ね、あれはジャスラック管轄なんじゃないかな、うん、なるほどね。そうだと思う。ジャスラックになんか放送みたいな、うんっていう欄があって、うん、それ丸だったら使っていいみたいなってあるのかもね。じゃあスイちゃんもそのジャスラックさん通してれば、うん、あの自分の配信で使えるんだ。スイちゃんの場合はネット配信だから、あ、違うのか。その場合はそう、違う、また違う携帯になると思う。めっちゃ勉強になるわ難しいんですよね、うん、音楽に関する著作権ってね、マジで勉強になります。続いてです。平行線ネームもちいりぴのさんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃん、コロちゃん、こんにちは。こんにちは。シチュエーション、スパムコメント。普通の人、怖いからブロック。声優さん、怖いからブロック。バーチャルさん、会話してチャンネル登録してもらう。え米印、ゲーム配信中になんでそんなコメントするのと問いかけて会話を始め、最終的にお礼を言われてチャンネル登録までしてもらうという幽谷ノベルさんの伝説らしい。ロベルク、そんなことあったの？すっごい強やっぱスパムコメントしてる方もちゃんと人なんだ。なんか AI かと思ってた。でも適当に流してんのかと思ってた。ほぼ AI だと思ってたけど、喋れるんだ、スパムコメントと。ね、ちゃんと返信すると返ってくるんだね。ね、なかなか稀な事案だと思いますけどねいいね、でもこれついてもらってるじゃん、面白、うん、すごいね。スイちゃんもすぐブロックしちゃうもん、はいはいっつって。
ねえ、なんかこうあんまりこう関わったらダメかなって思っちゃうね。そう、あ、来た来たっつって、うん、非表示っつってやってるけど、これ喋っていいんだったら私も喋りますけど、うん、やめない、やめな。いろんなことが危なそうだから。確かに、うん、はい、やめます。続いて、はい、続いてラジオネームみどりさんからいただきました。シチュエーション加湿器、あ、もう分かっちゃった何言いたいか。声優さん、どれがいいか詳しい、うん、私買ったけどなくしたみどりさんのことですね。みどりさん、フォロライブ、水って入れるの、え、どうしたの。じゃあこれフォロライブって言わないでほしいですね、うん、これホロライブさん、そういう感じなんだ。一緒くたにしないでほしいですね、これ。あの、さくらみこさんと犬神コロネさんの話なんで。え、でもさ、お歌歌われてらっしゃるじゃないですか。はい、はい、私、歌ってます。何によって加湿されるって思ってたんだろう。なんか、うん、その子たちは、うん、なんか、水を、うん、入れなくてもこう空気中の何かをこう、うん、加湿器の中にブイーンって入れて、それをなんかよくわからないテクノロジーで分解とかさせて、うん、水がブワーって出てくるみたいなのを想像してたらしくて、空気清浄機と勘違いしてたのかな。そうそうそう、ほぼ空気清浄機と多分なんかごっちゃに勘違いしてて、うん、で多分空気清浄機と加湿器が一緒になってるタイプとかを買ってたんだと思う。うん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 、でその加湿部分のそのタンクに水入れないといけないってことを知らなくて、うわ、コメントでめっちゃ「え、水入れた？水入れた？」みたいな、うん、みんなさバカにしないでよ、水いらないことくらい分かってんだけどみたいな、恥ずかしい。なんか言ってたのかな、うん、よかったね、気づけて。でこれがうん、でもさ、あの加湿、水入れなくても加湿してくれるやつって今時あるよねっつって言って、そうなの。いやいや、ないんですけど。ないんですけど、あるよねって、なんか、うん、あ、私の持ってるやつがそれじゃなかったんだみたいな言ってて、うん、でもそうツッコミされて、そうだね、そう、いや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 みたいな、でシャープさんでもダメなのって、まだ水入れないとダメなのみたいな言って、シャープさんの公式ツイッターが、シャープは魔法使いじゃないですって、うん、引用リツイートしたっていう伝説があります。すごい、でもシャープさんって粋だよね。ね、突っ込んでくれてありがとう。うわ、本当だよね、うん、めっちゃ失礼だよ。面白かった、そういうね伝説がありました。そっか、なるほどね、はい、まあ確かにね、うん、まあだって空気清浄機もなんか不思議っちゃ不思議だもんね、ほぼ目に見えてないからさ、もうあの空気を清浄しましたって言われてるから、それを信じてるようなもんじゃ、うん、ね、まあ、本当に清浄できてるかわかんない、わかんないよね、だから加湿しましたって言われたら、うん、加湿したんだな。はい、思うかも、うん、なんとなく喉が潤ってる気がするみたいな。勘違いだよ。勘違いか、加湿器いらないよじゃあ。というわけでこんな感じでシチュエーションごとのバーチャル声優普通の世界での違いについて送ってきてください。以上、バーチャルさんと声優さんと普通の人のコーナーでした。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました、星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002、文化放送超 A&G プラス、星町水星、田所あずさ、平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字で、スイコロアットマークメールの場合はすべて小文字で、スイコロアットマーク JOQR.net、 スイコロアットマーク JOQR.net、
スイコロの綴りは SUIKORO です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてくださいね。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。今日はなんか、はい、スイちゃんの博識さが出てたかなと、はい、いやー、ちょっとみんなもう見習って私のこと鼻につきますけどでもなんか本当にすごいですね、うん、やっぱ、うん、いやーすごいわ、そういうのやっぱ知らないからな。なんか、うん、なんで知ったんだろう私も。なんかでもおのずとこう、うん、こういう曲かけてもいいですかみたいなってこう運営さんと確認し合ったりとかで、うん、ちょっと知識をどんどん蓄えていってるのかもしれない。えらいね、ちゃんと確認するっていうところがやっぱちゃんとしてるわ。はい、それがあって今のスイちゃんがいるということですね。ということです。はい、はい、お知らせです。テレビアニメリアデイルの第2期のエンディング主題歌となっている私の最新デジタルシングル箱庭の幸福がリリースされておりますので、ぜひ聴いてください。そしてネットフリックスで配信中の韓国ドラマ今私たちの学校はで未人役として吹き替えで出演させていただいております。ぜひご覧ください。スイちゃん、はい、この度株式会社ドーナツさんから配信されている東京セブンスシスターズとホロライブのコラボが発表されました。今回のコラボではゲーム内でプレイできる楽曲も新たに歌わせていただきました。さらにガチャからも私が登場しますので、皆さんぜひプレイしてみてください。詳しくは東京セブンスシスターズの公式サイトをご覧ください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町水星と田所あずさでした。バイバーイ。